さあ、今、車載動画でね、撮ってます。ちょっとあの、スマホをバウンドしてみてね、撮ってるんですけど、スマホを入れ替えしまして、ピクセル 8A、8A か。今は9っていうのが、まあ一番新しいんですけど、この2024年ね、なんですけど、8A っていうのは、まあ A って付くのは、あの、iPhone でいう SE みたいな感じで、廉価版みたいでね、結構安く買えるんですけど、買えた理由はね、前は Pixel 4A やって、まあ私ずっと Pixel 使ってるんですけど、Pixel 4A。 から、いやい,いと言いう,うに書いたんですよね。で、それは、マイナポータルっていうアプリがありますよね。で、アンドロイド使ってる人、も入れてる人いると思うんですけど、マイナンバーカードをスマホに入れるという。で、2026年ぐらいには、なんか免許証も入るんちゃうかっていう話になってますよね。まあ、全部スマホに統合されていって、便利になる。で、これがまあ実装されたけど、私、4A っていうのがね、対応してなかったんですよね、スマホが。で、8A に変えてみて、今、マイナポータル入れてみたら、 まあ最近私は病院とかよく行くんですけど、病院の履歴もちろんね、えっと、マイナー保険証入ってますから、病院の履歴から薬から、ま、いつ薬買ったとか、どんだけ買ったとか、全部リストが出て、で、しかも、給与まで出て、と、ま、収入ね、収入とか税金とか、そんなんも一覧表でバーっと出て、で、まだまだ実装されてないデータっていうのがあるんやけど、ま、そのあたりがこうこもずっとね、えっと、増えていくと思うんですよね。 そういう時代になってきたなっていうので、まあ、いち早くちょっと導入したいなと思って。やっぱデータ管理すると楽ですよね。で、なんかセキュリティ的にやばそうなっていう人もいるかもしれませんけど、ただなんかポケットとかスマホとか、スマホじゃない、ポケットとか財布とかに入れてポトッと落とすよりは、スマホって2段階認証が入ってますからね、そんな簡単に解除できないと思うんで、まあ、そう考えていくと、問題ないんかなっていうね、感じがしますよね。これなんか HDR みたいな感じで私の顔が浮かび上がってますね。 超逆光でも、この風に超逆光でも、顔がちゃんと映るようになってますよね。すごいね。こ <laughs> れ、巡行。すごいなぁ。なんだこれ。ちょっと気持ち悪いけどね。ただこれを自動でやってのけるっていうのはすごいよね、本当に。今ちょっとね、気づいたことがあって確かめてるんですけど、あの、ピントが合わへん言うてましたね、か。なんか発覚してる。 これ下手したらニコンとピントリング逆かなと思って。で、ピント合わせって、わ、ピン合うてるな、やっぱり。ピント合わせって、奥に被写界振動が広がってるんで、手前からピント送りをして、ちょっとピントから行きすぎてちょい戻すっていうのをやるんですよね、私は。結構そうやってる人多いと思うんですけど、手前行って、奥から行って、手前ちょっと戻すみたいな。 で、合わすもんなんですよ。で、するとピントが合わせやすいっていう、合いやすいっていうのがあるんやけど、それがニコンとピントリング逆やったがために、多分ですよ。書いてみる確かなんですけど、ちょっと覚えてないんで。で、癖ついてんのは逆やったんかもしれんから、まあ、奥から来てるもんやと思い込んでたら <laughs> なんか気がするんですよね。これで今ね、合わせていったら、だいたい合うからね。あれと思って。ね、一応フォーカスエイドは動いてんねんけど、当てんならないので、 こう噛んでいくと、これ多分いけてるね。ああ、いけてるいけてる。やっぱりそうやね、これね。いやー <laughs>。ことごとく外してきたからおかしいなと思ったんですよね。変な癖がつくもんですね。変な癖でおかしいけど。人間って面白いもんで、結構シビアにできてるからね。だから、右ハンドルと左ハンドルみたいな感じですかね。ちゃうんかな。 いや、これちょっと、私の中では結構ね、驚きなんですよ。映ここってるかな映ってますか <laughs> 結構、驚きというかな、ね、いや、前なんかあったんですよ。昔はコンタックスやったかないやシコのレンズをだっやったかななんかそうなんだよね。さあ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 、この話はね、私多分動画で言うの3回目ぐらいで思い出したんですよ。久々にこのマニュアルフォーカスしてて思い出したんやけど。 ピントの合わせ方ってね、えっ、ー、と、一応私の中でもあって、多分皆さんもあると思うんですよね、使ってる人は。で、あの、被写界深度に対してピントの送り方をこうした方がいいっていうのがあるんですよ。で、それは私の中では、ピントは手前からも一回奥に行きすぎて、奥から戻ってくるんですよ。ちょい戻してピント合わせるっていう方法ですよね。それなんでかっていうと、被写界深度ってピントがここがあったとしますね。 で、これ手前で、これ奥で。って言ったら、ピント面っていうのは手前の方にあるんですよ。ピントが。ピントのね、芯があって。で、奥の被写界深度は奥に広がってるんですよ。だから手前から合わしに行くと、ずれやすいんですよね。で、ピント面にちょっと越したところでスッと戻ってあげると、この深度の中に入ってくるから、ピントが合うんですよね。っていうのが、私の中では、あの、定説として貼って、まあ多分こうやって使ってる人結構いると思うんですよね。で、あるんですけど、 ただ、今回ね、これ、使ったら、えっ、ー、と、なんか合わへんな、合わへんなと思ってて、で、ニッコールと逆かなってなんか偉そうなこと言うたんですけど、ニッコール実は一緒やったんですよ。<laughs> K マウントと。だあれと思ったんやけど、私の勘違いっていうか、ただ単に私が迷惑なっただけとか、出さなっただけとか、下手くそなっただけと思ったんやけど、じゃなくて私、ニッコールのレンズ使ってないんですよね、全然。で、マニュアの方が使い始めた時はこれで、で、そこから、 ヤシコンのレンズを使って、えー、使い始めたんですよね。たくさんいただいて。で、最近使ってるのってこのフォクトレンダーのレンズとかですよ。で、ライカのレンズとか、言うたらこのレンジファインダー用のレンズを使ってるんだけど、これが逆なんですよ。これとかライカの M 型のレンズとか、まあ、例えばこれ、これ 40mmF2 ですけど、これってね、あのー、まあ、これ6個ついてないですけど、 例えばこのレンジファインダーのレンズっていうのはこういうの無限ロックがついててそこを掴んでグリグリ回すんですよこうやってでピント合わせるときはキュッてこうもうね体に染みついてんねんけど手前からじゃなくて奥からギュッ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 っていう感じでこうピント合わせながらシャッター切っていくっていう癖がついててでその <laughs> イメージのまま多分切ってたよねで奥に行ってる手前に行ってるっていうのを 確認してやったらいいんやけどなんか体に染みついてるから正しいと思い込んでやってたの。同じようにやってたら、手前から合わしに行ってたんですよ、だから。で、ピントはその薄いとこやから、体がちょっとこう、何ミリか多くてもそれでアウトなんですよね。あ、なるほどな、と思って。これで、あって気づいて、奥から合わし始めると、合うたんですよ。あ、ちゃうわ、逆や。奥ってこっちや、と思って、えー、改めて頭で考えて、あ、違う違う、反対はどう思い始めたら、 ピントがあったんですよ。そりゃそうやろうなと思ってね。<laughs> で、私なんか一時ね、ピントが合わせれなくなりましたって言ったんがあれ、プラナー買った時かなんかやったんですよ。あれ、プラナーどっちやったかなプラナーヤシコンと一緒じゃなかったかないや、プラナーはヤシコンのプラナーじゃなくて、あの、ZF のプラナーってあれどっちやったかなちょっと今覚えてないですけど、なんかもしかしたらあの辺でごっちゃになかったから、私実は合わせれてたけど、合わせれて、今回見てね、合わせれてたけど、 奥と手前っていうピントリングを間違えただけだったんかなと思ってね。で、これね、あの本当にね、意外と外れるんですよ。手前から合わせに行くと。人による手前から覚えてて奥までグッと持ち込める人いるかもしれませんけど、私は一回食って行って行き過ぎたな、食って戻るんですよね。いや、本当にそうやってやってる人多分結構いると思うんですよ。しまったなぁと思ってね。で、実際これで撮ってみて、奥で、奥からちゃんと理解しながら合わせ始めると、 めちゃめちゃシャープに撮れた。<laughs> なんかね、ビビるぐらい外すから、なんかおかしいなと思いよったんですよね。私もちゃんと合わせてるつもりやるなと思って。ま、こんな初歩的なミスをしてると自分でも思ってなかった。情けなくなって <laughs>。今帰ってみたら、あそうや、ライカのレンズ触ったからこうなったんやと思って。いや、体に染み込んでるもんって怖いですよね。ま、理解してちゃんとピント合わせてるつもりだったのに。 まあ、その、本当に、こう、右ハンドルの車と左ハンドルの車みたいな感じだから、なんかそんな感じだと思いますけど、当たり前のことで体を動かしてるつもりが全然うまいこと言ってなかったっていうのを気づいたんで、実際これニコロでもカイドとら生きるんじゃないかな。レフ機なんかピント合わせれなくなったっていう問題からなんか解消されそうなのが気がしますけど、まあ、それでもね、あの、ピント合わすのも楽しいですけど、まあ、気兼ね、気兼ねなくこう、カーテンスナップ取るのもいいですから、まあ、もうちょっとオートフォーカスのやつ、ポチっちゃったんで、 <laughs> それ来るのちょっと楽しみにしようかなと思うんですけど今回でもね頼んだレンズってのは多分ねフィルム時代のレンズなんで多分ですけどあのトルク感のあるマニュアルフォーカスもできるんですねで両方楽しめるはずやしもっと言うたら私こういう武器持ってますからね Z にこれでちゃいますけどまあこれでもいいですけどねヘリコイド付きのアダプターもありますけどまあこれでもいいですけどオートフォーカス化するアダプター M1 と持ってますからねまあそれをかまして えー、ニコン Z で k マウントで、あ,あの、全然あの接触してない電子接点でもないけど、無理くそ動かすという、<laughs> なんかそういう方法もいけるかなと思うんで、まあそんなんでなんかいろんな方法で遊べるかなと思うので、ちょっと買ってみたんですよね。っていう、またレンズ遊びしようかなと思ってます。で、まあそれでちょっとリミテッドレンズを出たのなんで、まあそれを手に入れて、ちょっとまだ楽しんでみて。で、 まあ時にはこうマリオの方がですね遊んでみたりねまあさっきの言うた、まあ、ピントリング間違いないように今回のレンズどっちかなってちゃんと見てねあの新しいフリーがあるかもしれないからね見て確認しながらちゃんと奥から手前にねえっ、ー、と間違いなく合わせようかなと思ってます意外とこれができてなくて手前から合わせに行くとかどう合わせたらいいか分からへんとって,ってそのピントえっ、ー、と被写界深度の中のど真ん中を狙おうと一生懸命やってる人はもしかしたらいるかもしれませんけどあの合わすコツと,としたらあの一回奥で逃げてしまってくって って戻す、ちょっと戻すっていうね、そういう癖でクッククック合わしていったら、バシャバシャドれていきますのでね、いっぺん練習してみてください。そんな感じで今日はね、この辺で終わりたいなと思います。ありがとうございました。バイバイ。